はい、今回もですね、懐かしいとか、そういや、いたなっていう。いたよね、こういう選手。ソルタード。ソルタードですよ。いたな。ロベルト・ソルタード。85年。あ、結構いい年やな。あ、もう引退の年やな。センターフォワードなんですけど、身長低いっすね。179なんよ。もっとなんか、でっかいでっかい大男やと勝手に思ってたんですけども。そんな感じじゃないんですね。でもパワー17、オフェンス18って、結構高いよね。で、テクニック15。まあまあ出ました。一応キャリア振り返ってみると、彼もあれか、レアルの出身なんや。名門やな、レアル。でもすごいね、ラリーガで323試合で129ゴールで、まあまあ点取ってるんやね。なんやろ、雑魚戦わかんないですけど。レアルにいた時なんか知らんよね。まあ、レアルで試合出てないでしょ、こんなの。速攻出されてるでしょ。そうだよね。オサスナ、ヘタフェ、バレンシア。で、バレンシアで結構長いんか。バレンシアの出身やねんな。ユースはレアルやけど。で、バレンシア時代にちょっと無双して、トッテナムに引き抜かれたと。でも、トッテナムでも全然と。で、今度トルコに行ったと。トルコで活躍したのかしてんのかよくわからへんと。で、今はレバンテに来たと。レバンテってでもあれやね。バレンシアのライバルチームじゃないの？よくわかんないけど。違ったっけ？スペイン代表歴は12試合で7ゴールと。こういう感じで。まあ、なかなか、なかなかだね。プレミアでも52試合で7ゴール。うん、確かないな。トルコリーグでは47試合で15、6ゴール。まあ、普通やな。これでもワールドカップとか出てんの？12試合7ゴールやから、ちょっと、想像はできへんけど、想像はできないですけど、ん？ワールドカップ、ワールドカップ、ワールドカップ。さすがに選ばれて、ないのか。ワールドカップにはさすがに選ばれてないよね。はい。ということで、まあまあまあ、まあ、12試合かな、しゃあないな。まあどうなん、もう引退なのかな。あ、引退ではないんか。まあでも実質引退やな。クラブ無所属やけど、もう引退やな、うん。っていう感じで。まあ、可もなく不可もなく、よく知らない選手って感じかな。